先生、巴の消息は？捕めたが今のお主ではかなわんな。巴を鬼と思いですか？まあ誤りではあるまい。あやつに恐れはない。誉れを知らぬ生まれついての人殺しだ。覚えがあります。いや、お主にはわからん。来い。いずこへ？弓の修練場、猛虎が鍛えておるらしい。おそらく巴もおるはず。巴が恐れ知らずであれば良い味方になりましょう。恐れ知らずは獣と同じ。獣では弓を得得できません。忘れることだ。味方になりはせん。何故裏切りを？持てる技を全て授けてやったのだが、恩を仇で返したゆえ罰したのだ。おつらかったでしょう。中山で捕虜が死んでおっただろう。あれは巴が殺めたものだ。初めてではなかろう。何か事情があるのやも。事情などあるものか。ここを登っていけ。先生は登れますか？どうした、もたもたするな。手を貸しますぞ。まずまずの出来だ。登る以外なかったのでは？いや、登れと言っただけだ。お主の鍛錬にな。いやだ、日本式のものもあるな。猛虎は離れた様子です。的の近くに足跡があるかもな。的などどこに？矢倉のそばだ。まずまずの出来。矢が落ちたところへ行け。ほら急げ。幾人の猛虎が稽古を積んだ。人の首を的に見立てたのか。先生、猛虎です。なかなかの腕だ。存分に休めましたか？立ちさばきを観察していたのだ。
猛虎がおるとご承知でしたね。まあな。伝えなかったわけは？あれ式の敵に敗れるようでは巴には歯が立たぬからな。これは戦だと仰せですか？戦を解かれる筋合いはない。これからも腕試しは続けるぞ。道理で巴に襲われるわけです。はてさて、巴はどこへや？探しましょう。ここに足跡が。10人かそれ以上。後を追え。巴を見つけてもたじろぐな。うかうかしておったら死ぬぞ。次こそ弓をお使いに。あやつがいればな。いなかったら。お主一人で十分ではないのか？無論です。よくぞ申した。稽古とは何の罪があるというのだ。猛虎の中に島の女子はいたか？やはり島の者、命を下してました。どのような？先生がどうとか、湯がどうとか、聞こえたのはそれだけです。面目ない。下道に技を授けてしまったか。巴は猛虎を指揮していたそうです。日吉の湯の名も出したとか。よからぬことを始める気だ。酒井、お主の平日、志村やわしの教えではないな。猛虎は比類なき強敵です。倒すことを優先したまで。武士が守り手ぞ。追い打ちは野党のすること。駒田を知らぬゆえ。見ずともわかるわ。地獄であったであろう。だが次の下道を育てる気はないぞ。いかにも下道は一人で十分。巴が日吉の湯を狙っておるなら備えなければならぬ。よいな。では道場で会おう。
酒井。巴の消息は？日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。来い。いかにして敵を見つけるのです？己を巴へと思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。浜への道は数人で足ります。さよう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を？余さず教えた。長尾家を去った言われ。そろそろだ。用心しろ。
進むぞ。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。同士討ちさせて島を取るのだろう。私の古い友も寝返りました。心弱き者ほど権や富や地位を求め、本意などたやすいものよ。いずれにしろ二人は執事を疎んじておったのでしょう。お主は優しすぎるな。優しさは強みです、武士にとっても。誰の教えだ、孫子か。叔父上です。慈悲の心は仇にあらずと示してくださいました。志村殿が情けをかけた者は害なき者のみ。過ちなよ。敵襲。蛇の住みかもあと一つ。来い。巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てよって、全く度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好、あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたがな。
や。石川はいるか。己、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。長尾博則に撃たれた者のこと。黙れ。長尾博則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。いい子だ、影。酒井。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷。滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに。軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。友恵は勝利に酔いしれ余人を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは友恵と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一冊。Oh!
気負ったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。心得ました。巴はお主も殺し、わしの技を滅ぼす気だ。さようなことは決してさせません。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば、地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで。樽で痛手を与えられるやも。蜂の巣か。足止めになるな。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ。猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの弓術をとくと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。お任せを。どこだ。来るさ。援軍が。奴らを冥府に脅してやれ。
ひとまずは。来よったな。あれが巴？あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜けめ。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾広則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。広則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしおったら。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ降ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたかな。広則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。巴の後を追わねば。赤島に狙いを移したはずだ。先に行っておるぞ。修繕をいたしましょうか。恐れながら素材が足りないようです。お侍様、では
子に負けることはありませんよ。カネタの木を奪い返すなんてそこらの侍じゃできてない芸当だ。野党や人殺しだらけですが、日吉で悪事を働く賊は猛虎よりも太刀が悪い。同じ島の者を狙うとは許してはおけぬな。ケチの漁村にいる女は家族を皆殺しにされたそうです。どうか話を聞いてやってください。太刀を鍛えて差し上げましょうか。酒井様、十分な素材をお持ちください。鎧を整えてもよろしいでしょうか。もう鍛えられません。あなた様のお役に立ててよかった。お侍、あなた様は鬼に勝てるとお思いですか。ここ行く先々で女が行方知れずになって、猛虎ならば去ったぞ。猛虎ではなく、賊の一味が菰田を荒らし回っているのです。私の家族も皆殺しに、ひどいありさまで。俺が仇を討って死んぜよう。どこで殺されたのだ。我が家です。ここから北の川沿い。そこから足跡を追ってみる。お主の名は？サキと申します。家族の無念、必ずや晴らそう。先を
飲みすぎて死んだ猛虎兵が逃げここだ。叔父上はお年を召された。俺が気づかなかったのか、この戦のせいか。あれが先の家、中の様子は。賊と戦ったのか。からだ、家を漁ったか。この地が記されておる。これは、ようやくお前と夫婦になれるだと。雪吊りの殺しではない。中は十分、次は外だ。
主を守ろうとしたようだ。多くの足跡が街道へ。お侍、お助けください。何があった？ケチの集落のことを聞いて、馬や薬を届けてやろうと思ったんですが、賊どもに見つかってしまい、荷を奪われました。奴らはいずこへ行った？菰田の村がどうのって焼けたはずですがね。行ってみよう。お主はケチまで歩け。合点です。奴らを見つけて叩きのめしてください。誰だ？さあ敵！やつら飯も食わさず死ぬまで働かせるんです。もう案ずるな。手を貸してくれるもの。筒で家族とはぐれてしまい、大浜の集落への道で追いつこうとしたのですが、もうこの野営があるとは知らず捕まってしまいました。始末しておこう。だが街道には近寄るな。いつか穏やかな旅に出ようか。無事
見逃しておくれ。真実を話せ。何を笑っておったのだ。バカな女がハルオっていう賊の頭に惚れちまったんだ。米の隠し場所まで漏らしてね。その女はサキか。そう、サキだけど、ハルオと夫婦になるどころか、結局家族を殺され、米を奪われ、しまいには捨てられた。先の家族の敵討ちに参った。消え失せろ。先に確かめなければ。Oh!
何があったのだ。なんともひどいお話ですよ。そうだね、つらいよね。サキはどこだ。川に身を投げました。家族が死んだのは自分のせいだと思ったようでして。お主が会った賊にたばかられておったのだ。仇を討ったというのに。それはありがたい。きっと先も成仏するでしょう。じきにすべてはあなた様には感謝しています。あなたこそ誠の勇士。いいお日和ですな。
くるくると回る鳥の群れを見つけて不意に行ってみたんです。それはそれは美しい場所で、時が過ぎるのを忘れるほど眺めておりました。そうしたひとときは救いになるな。我らのような武士も戦の前には景色を楽しみ和歌を詠むことがある。和歌には戦に向けて心身を整える効果があるとか本当でしょうか？いかにも。だが武士でなくとも和歌は読めるぞ。
센 네게 멋졌어. 각스도 세. 잡아! ありがとうございます。さあ、早く逃げよう。ありがとうございます。もう安全だ。
だろ。違うよ、あれはおとぎ話じゃなくて言い伝え。どのお話も島の歴史に基づいてるの。じゃあ猛虎に聞かれないことを祈るよ。侍には聞いてほしいね。お前がいてよかった。我が故郷、大見村。もうこはおらぬか。急ぎ戻ったぞ。久しいな、ユリ。お疲れのようで。飯の支度を。飯は結構だ。猛虎勢が村を通ったはずだが、変わりはないか。賊が来たのに私が追い払いました。父上の鎧を取りに戻った。コモダではお使いにならなかったのに。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。さあこちらへ。体が重い。太一に取ってこさせましょう。墓地にいるはずです。そこで何を。土を鳴らし毒草の世話をさせています。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。志村様はご双剣で。ああ、猛虎に捕らえられていたがお救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸す者は。おるぞ、政子殿だ。まあ
幼き頃からおのこと稽古していましたからね。いつか司祭を聞かせてくれ。雅子様だけですか？他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか？ああ、いまだにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。坂井様、お戻りで。急ぎなのだ。ユリの世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。俺は墓に参ろう。灯火や玉のを消えて遠ければ木の実昔のままにてありける。鎧は中にあります。そうか、助かった。
どうした？いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり。出てこい卑怯者め。中へ入れ。様の読み通り、里帰りか。先に戻れると思うな。また槍川が面倒なことに。槍川の反乱は二昔も前、あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも。あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の木へ参ろう。ええ、ぜひ。毒草を育てていると言ったな。ネズミよけでございます。量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうなのだ。強力な毒はひどいものです。うん。ああ殿、はあ、しばし座りましょう。堺の者は毒など使いません。猛虎と戦った堺がいようか。使える手立ては使わねば。これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。唐国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。どうだ百合。良き心を失われますが。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきた身です。断れましょうか。まずは筒の素材がいるな。ああ、それならば川下の辻に足が生えていました。昔足を束ねて小さな船を作りましたね。龍蔵とな、紐すがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心、あそこには猛虎の野営がありますゆえ。案ずるな、足を取ってすぐに戻る。さあさあ、早く足を。